ウクライナ侵攻の長期化を受けて、ロシアのプーチン大統領が部分的な動員令を出していこう。ロシアを出発する航空便の満席が続くなど、国外脱出の動きが加速しています。モスクワからトルコイスタンブールへ向かう便なんですけども、この撮影中にもどんどんと売れていっています。21日に動員令が出されてから、ロシア人がビザなしで入国できる国へ向かう航空便が。 軒並み満席となっています。トルコ・イスタンブール行きの便は27日まで予約が埋まっていて、それ以降の便も通常3万円ほどのエコノミークラスの片道チケットがおよそ20万円と7倍近くまで跳ね上がっています。空港ではロシアから出国しようとする男性に対してチケットの購入日などの聞き取りが行われているということです。